反射ってあるよね。反射？ピカピカ？そっちじゃない。条件反射とかの方。とっさに言ってしまった、こうしてしまったには仕方ない部分もあると思うんだ。そういう反射的な行動ができるから得をする場面だってきっとあるんだよ。でも偏見は差別を生む。だから見直すんでしょ。綾瀬さんは自分の行動を見直して反省した。それならもうそれ以上は悩む必要はないんじゃないかな。俺はさ、綾瀬さんが見直して修正できない人間だとは思わないよ。浅村君は私のことは戻ってたんだ。それで干してあった下着に目を奪われていたら急に声をかけられたのでとっさに逃げてしまったと。盗みに入ろうとした瞬間だと思われるとでも？まあそっかな。下着に目を奪われたのも一種の反射的行動だと思う。浅村君が反射的行動を見直しできない人間だとは思わないしね。ところで私の下着は視線を奪われるほど魅力的だったと。そこまでは言ってない。じゃあ魅力なしと。へえ。俺もしかしてからかわれてる？私の下着を持って行きたくなるような気分はないわけじゃないんだ。そういう欲望がないといえば嘘になるかな。だからといって何もしないけどね。欲望はあるんだ。欲望があることと欲望のままに行動することは違う。